ちゃ。こんにちは。じゃあ豊さん、はい、まあ、ちょっとずつそのコロナの規制が緩和されていくと、まあ、政府の方でも5月8日から例えば屋内でのマスクの着用であったりとか、そういうのもこう緩和とかもう撤廃というか、まあ、2類から5類になるというね。そうですね、あの緩和されるというね、はい、まあ、5類っていうのは風邪の扱いと一緒というね、インフルエンザとか、はい、なるんですけれども、うん、これなんで5月なんだろうなと思うよね。あの病院の体制とかそういうものの病院側の体制が整わないのと、あとあのゴールデンウィークを挟むので、ゴールデンウィークを開けてからっていう各方面の調整が効かないらしい。もうさ、はい、入学式とかさ、4月にあるわけでしょ。で3月とか卒業式があったり、はい、もうそこら辺から緩和してあげたらいいじゃない。まあ、もうずっとさマスクしてさ、学校の生徒なんか、はい、マスク取ったら分かんないっつうんだ、誰か誰だったみたいな。もう名前が読めないどころじゃないよ、顔が分からないって。確かに、あのいやーどうもどうもみたいな、分かんないよそんな。あのマスクありとなしで全然違う、全然違うよ。そうなんですよ。だからもうそんなことよりもさ、俺はやっぱもう卒業式にはもういいよって、で入学式みんなの顔もちゃんと見なさいよって。そうですよね、うん、特にね、あの何かガヤガヤするわけでもないですし、もう恋愛もできないからさ。恋愛はできます？いや恋愛マスクしててできないよ、顔もわかんないのに。恋愛はマスク取りますよきっと。いや取ったところでさ、まあこういう言い方しちゃあのいけないけど、想像を超える人なんてほとんどいないわけだから。あ、そうですよね、みんながっかり感を持ってるんだもん。多分ね、 90% 以上マスク取った時にがっかりっていうのはあるよな、はい、みたいな。あのマスクなんでしょうね。いやだからもう想像しちゃうんだよね。スキー場のサングラスと一緒ですよ、ゴーグルと。だからそれはさ、はい、もうね、まあ、早く取ったって言いたもんよ俺は。まあね、いろいろ言われてますが、そんな中で、はい、日本野球機構 NPB も今シーズンの観戦の仕方というのを、観戦というのはあのこっちの観戦です、はいはいはい、の仕方も応援ね、はい、応援の仕方も変えてきてると、はい、変えるというふうに WBC から、はい、発表ありました。例えば、はいはい、マスクをしないでもこれは OK であったりとか、はい、大声を出しての声援もOK、解禁にするなど、いろいろこう出てきたんですけれども、はい、まあいいんじゃん、それね、はい、うん、あのもうさ、ワールドカップ、サッカーのワールドカップでも誰一人マスクをしてるような人間って見たことないしさ。そうでしたね。それでなんか問題になってるっていうのが大きくニュースになるわけでもないでしょ、はい、それはまあちょっとね、クラスターみたいなのが起こったのかもわからないけども、うん、ワールドカップでね、サッカーの、はい、まあ、だけどそれはそれで集団風邪みたいな、うん、もうそういう扱いなんだよ、もう世界はね、はい、うん、だからもうそれもしょうがないよね、そうやっていかないと、まあ、いつまでもやってたらさ、うん、こと進まないよ、まあ、そうですよね、うん、いつもね、本当あのどこで切りのいいところっていうのを見つけるのも大変ですよ ね、 そ、 うだね、はい、まあ、そんな中で、例えば、うん、トランペット鳴り物、ジェット風船などについても、まあ、解禁の方向が問われた時に、そうなっていくと思います、確認しながら進めたいというふうに NPB の井原事務局長が、うん、まあ、話をしたというところなんですけど、ジェット風船も、ジェット風船はやめようよあれさ、はい、機械で膨らましてるわけじゃなくて人の息だからさよく考えて、でどこ飛んでるかわからない、自分のとこ戻ってくるんだったらいいけどさ、あの人のが頭にそうだな、もうそれはね、確かにそれはやる必要は俺はないと思うよ。あのね、コロナ禍になる前はジェット風船ってあんまり考えたことなかったんですけど、風物詩でいいなぐらいに、まあ、そうよく考えてみたら誰かの息が入ったものが、そうだよ、一斉にです。一昔はまだタバコとかね、はい、そあんまりうるさくない時は、はい、こうタバコ吸って膨らまして、タバコ吸って膨らましてピーって上げて、その煙が出てたっていうさ、いや実際の話、本当ですか？いや本当本当、いやそれで球場内での、はい、まあ禁煙が始まり、はい、喫煙は外でみたいなことになっていって、そういうものがなくなってきて、はい、まあ、人の息だけになったけどもさ、うん、やっぱその息は危ないんでしょ、飛沫とかが。まあまあそうです、ね、そうでしょ、だからまあそこら辺はもうやんなくてっていいでしょ、まあその日本のまあ名物といえばね、はい、名物なんだけど応援のね、はい、まあだけどそこはやんなくていいんじゃないの、うん、いやしたいそんなに多分あのこれね、あの阪神の風物詩とか甲子園の風物詩であったりとか、多分ジェット風船をやっぱり販売しているところはやっぱり売りたいなっていうところ、いやそりゃそうだろう、そりゃそうだよ、うん、そりゃそうだけどさ、はい、
こだけに特化したってさ、だってみんなやっぱりねコロナになって、はい、そう苦しんでるところだってあるだろうし、はい、そう風船だけで苦しんでるって言ったってね、まあそうですね、まあこれはやっぱこう人命に関わることになるかもわからないし、だからまあ声を出してっていうのはいいかもわからないけども、息がこうどこに飛んでいくかわからないっていうのがさ、やっぱみんな嫌だと思うよ今は。今そうですね、ちょっとこれはねコロナが明けてもやっぱりね戻らないと思う、そんな簡単には、はい、最初のうちはね、うん、だからそれはもう我慢するしかないんじゃないかなと思うけどね。そうですね、ただねこれも NPB がまあ確認しながら OK というふうに出したら、まあ、甲子園球場でやっぱりジェット風船なりがまたなんか問題が起きそうだけどね、なんかそう喧嘩とかにならないといいですね。いや多分なるかもわかんないよ、うん、でジェット風船が嫌な、いい代わりにしてみればじゃあジェット風船が嫌なら球場に来なくていいじゃないかって言われてしまったりとか。そんなことはそれはそんなことはできないでしょう。まあそうですよね、それはもうでも今までなくて我慢できてるんだから、うん、なくたっていいと思うよ。そうですね、うん、だからまあこれはしっかり体制が整って、うん、あジェット風船 OK だっていうような風潮が出てきた時に今もう半々じゃないと思うんだよね、うん、7割方嫌だって言うと思うよ、うん、ちょっと衛生的なことも含めて嫌だ、はい、嫌だよね、俺も嫌だわスタッフ嫌だほら大体嫌だと思うよ、うん、嫌ですね、だからやめといた方がいいと思う。そうですね、うん、ちょっとここはね様子見る感じ。今3人しかいないんだけどね聞いた少ないですけど、まあ、中にはねいいじゃないかっていう方ももちろんねいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、まあそれはいるよね、はい、それ中にはいると思うけども、もうそんなんだったら大声出すのもジェットブースも変わりないよみたいな、うん、だからもうそんなん全然 OK だっていう人はいるかもわからないけど、うん、どこ飛んでいくかわからないっていうのが嫌だよな。そうなんです。で誰かしらのが自分の怒ってきた時にこれちょっと嫌だよな。嫌ですね、唾液がついてると。唾液は必ずついてるからね。え、ついてます。で、ピヨンってなった時に、ペトンみたいなね。それ嫌だよな。ちょっとなんかね、あれみたいな。よーく考えたら。まあ、それだったら鳥の糞の方がいいよな、まだ。鳥の糞ペチャーンって。どっちも嫌ですけど、ね。まあ、どっちも嫌だけど。嫌ですけど、でもなんか、ちょっとそうですね。うん、そうだな。まあだから、まあ、ジェット風船も少し時間経ってからでいいんじゃないのかな。そうですね、今一斉に解禁っていうことも急がなくてもそこはいいのかなっていう。だったらまだね、あの応援をするとかそっちを解禁とか、そうだね、そっちの方がいいですよね、うん、まあそりゃそうだな。中にはそ息ではなく例えばその自動でシュッポ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 って言ってピューンっていうので、それやるのに本当にやりたいのかね、そこまでやって野球見ときゃいいのにな。そのこうやって必死にやる方が、まあそれもラッキーセブンですよね。楽しみか、うん、ラッキーセブンのところでシュポシュポシュポ、うん、だ今度シュポシュポの機械も売れるじゃないですか。そうするとまあな、はい、それで両方で息はご遠慮ください、シュポシュポはいいですみたいな。どうなんですか、なんかアイデア商品が出てきそうな感じがする、はい、また一つ何かが売れ、ね、生まれてヒットするかもしれないですし、あのやればいいんですかね、やっぱジェット風船が一斉にこうパーン飛んでいてヒューってあの音とともにっていうがいいんだろうね、うん、だとしたら息じゃなくてシュッポシュッポだよ。でもそれをさ片付ける人もいるわけよ、風球場内の人もね、はい、うん、それ考えるとやっぱもう少し時間かけてもいいかなって、そこら辺の安全対策は。そうですね、うん、もしかはそのそれに取って変わるものが何かできれば、日本人がマスク取ってね、うん、大声出していいっていうのはもう清水の舞台から飛び降りたみたいな感じだ本当は。まあそうですね、日本人の気質から考えると、はい、それをジェット風船だって言ったら急になんか自殺行為かなみたいな急にちょっとするけど、ね、急になんかいきなり振り幅がバーンってなっちゃったみたいな感じもしますけどもね、まあ、皆さんいろいろ意見はあると思うんですけれども、なんかこうねこう球場でギスギスならないようなこうシステムを取ってほしいなっていうふうに思いますね。これはね、でも俺が人のとか飛んできたら嫌だもん。私も嫌です。嫌だろ、うわーみたいな、来たみたいな、はい、なんか嫌だね。飛んでくるんだったらじゃあ球場行かずに家で見てよかな、まあそりゃそうだな、うん、思っちゃうかなっていうところが、まあ、正直なところですね、はいはい。